こんにちは。今日はナイトスキンケアルーティンを撮っていきたいと思います。今化粧してるんですけども、ここからメイクを落として、その後に化粧水塗っていくところをしていきたいと思っております。早速ターバンしていきます。はい、ターバンしました。ではここからメイクを落としていきたいと思います。いつももう長年使ってるんですけども、クレンジングはこのシュウエムラアルティムエイトスブリムビューティークレンジングオイルを使っております。このシュウエムラのコラボの、ね、ワンピースの柄なんですけども、普段通常はもっとシンプルな柄で、あとこれいろいろクレンジングの種類があります。私はいつもこの茶色のクレンジングを使っております。大体自分のメイクで、まあ、ファンデーションつけてないんですけども、大体このリップですね、口周りしっかり落として、で目元マスカラはしてるので、最後に目をくるくるして落としていきたいと思います。一通りオイルで洗顔できたら水で洗い流していきます。はい、で水で洗い流すと、今度は顔を石鹸で洗っていきます。今使っているのはこのハイドレーティングクレンザー、こちらデオスキンの洗顔料になっております。泡立てネットでしっかり泡立てていきたいと思います。結構長持ちするんですよ。朝は使ってないんで夜だけなんですけど、2ヶ月以上この1本で持ってると思います。ネットをまずちょっと出していって、もうこれぐらいちょんちょんですこれぐらいでいつも泡立てております。たくさん使わなくてもしっかり泡立つので、ちょっとやっていきたいと思います。今顔を一瞬タオルでちょっとね、水分ちょっと拭いたんですけども、お風呂で顔を洗うときはそのままオイルでメイク落とした後、すぐこう泡立てて濡れたままの顔を泡で洗っていきます。このゼオスキンが泡立ちやすいのか、果たしてこのバルクオーム このネットが泡立ちやすいのかちょっとわからないんですけども、いつもこのセットで使っております。ちょっとしかつけてないのにしっかりこう泡が出てきております。まあ、顔を洗うぐらいでしたら、あれぐらいちょこんというかぐらい使って力を当てて絞っていきます。まあ、こんだけあれば結構ね、顔は洗えるかなと思います。ちょっと洗っていきます。泡立ちよしです。洗顔料を流してタオルでております。その後化粧水を塗るんですけども、最近はこのデオスキンのバランサートナーを使っております。こちらはだいたい1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月半ぐらい持つ感じになってます。コットン使わないので、いつも手にドバドバっと出して、これを顔にポンポンと広げていきます。さっぱりしてるんですけど、この後いろいろ塗っていくので乾燥肌の人でもあまり気にならないかなと思います。私結構乾燥肌で、冬場はいつもの洗顔のこの自分のセットを使わないと、結構この辺粉を吹いたりします。こんな感じで全て行き渡りました。次にこのシートパックをします。こちらはオーバーエイドエッセンスマスクマルチパックボックスということで、いろんな種類が入ってます。3種類ずつぐらい入ってます。こういう感じです。これ昔2年前の私の誕生日会でスタッフからいただいたんですけども、それからとってもハマってます。こちらはオーガニックなので、寝る前のシートパックでよく使ってます。香りは気分ですね。とりあえずこっちの、今日はこの黄色いマスク使っていきたいと思います。なんかこう顔のサイズにちょうどいいんですよ。目のね、このくり抜いてるところにもこうフィットするし、この口の周りにもフィットするし、本当にすごく顔に馴染むので、こちらを愛用しております。このオーガーエイドのマスクをしている間に唇が乾燥してくるので、オバジのダウンパワー X リップエッセンスリップ美容液をつけていきます。以前も動画で紹介したんですけども、
では長く愛用しております。最近リップクリームよりもこっちばっかりつけてます。うるうるになるのでメイクする前にこれを愛用しております。寝る前もつけてます。とってもいいです。はい、ではこのまま10分ぐらい置きたいと思います。はい、それでは10分置きました。剥がしていきたいと思います。すごくプルンとしてるんですよ。これほんと気持ちいい。ベタベタしないし、すごく自然な感じが気に入ってます。なんかこうトゥルンとしたものが入ってないんですよね。だからサラッとしてます。でも保湿もちゃんとしてくれてます。で次にこちら塗っていきたいと思います。こちらはファーミングセラム、ジオスキンのファーミングセラムになっております。3プッシュぐらいかな。ジェルっぽいテクスチャーになっております。こんな感じです。で顔に広げていきたいと思います。ジオスキンって顔向けのセラピューティックが有名なんですけども、こちらはリフトアップを目的にして作られたセラムだそうです。ホームケアですね。家でできるリフトアップということで、こちらの化粧品が去年発売されました。アンチエイジングを目指しているそうで、ツル向けのジオスキンは仕事があって使えないので、この向けないタイプでリフトアップするタイプのジオスキンを使っております。はい、で次はクリームはこちら、デュラメールのザ・モイスチャライジングクールジェルクリームを使っています。昔からインスタで何度も紹介してたんですけども、こんな感じで結構トロンとしたテクスチャーになっております。でも保湿がすごく良くて、冬場は絶対これ欠かせないんですけども、乾燥肌なんで夏も使っております。香りがすごくいいです。他のデュラメールの種類も使ったことはあるんですけども、このクリームだけはなんだコスメにも合うので、ライン使いやめてもこのクリームはずっと長年愛用しています。では顔は最後になるんですけども、アイクリーム塗っていきたいと思います。こちらはラプレリーのアイクリームになっております。これは以前アイクリームをたくさん試した時に購入したもので、その時から使っております。ちょこんと取って周りに塗っていきたいと思います。キャビアの成分が入ってるそうなんですよね。あんまり化粧品にキャビアっていうのは実感なかったんですけど、こっくりしたクリームなのでふっくらする感じもして愛用して使っております。前回は、ね、ディオールのアイクリームご紹介したと思うんですよ。だからまあ気分では変えてるんですけども、最近夜はこのラプレディのアイクリームを使うようにしております。はい、ということでスキンケアはそのあたりなんですけども、最後ハンドクリームを塗って終わりにしたいと思います。こちらはイソップのリセレクションハンドバームになっております。最近毎日消毒で手が乾燥して荒れやすいので、しっかり寝る前はハンドクリームを塗っております。で手の甲とか指とかにしっかり行き渡るように塗り込んでいきます。匂いがいいんですよね。きつすぎず、でも甘すぎず、リラックス系だなと、こうスーッと、メンソールでもないんですけどね、スーッとする感じで、このイソップのハンドクリーム気に入っております。はい、ということで、ライトスキンケアルーティンでした。またいろいろ撮っていきたいと思います。それではこのあたりで、またねー。